オークションワールドから始めるのもいいと思います。落札価格50万円がついたコインを紹介するってのはどうかな。このオークションでもいいコインが50万円という価格で手に入る。あ、そうそう、どうもコイン投資のにあやまんです。あやまさん、はい、どうしたんにく、はい、今日も質問いただいてます。ほうほう、アンティコイン投資を始めたいんですが、何せ予算がそこまでありません、そしてどのオークションに参加すればいいのかはあまりわからないです、何かアドバイスをいただけませんか、ということでいただいてます。なるほど、まあこれは切実な悩みですね。アンティコイン投資チャンネルを運営する私はやまんの使命として精一杯お答えします。ありがとうございます。おっす。では早山さん、予算がそこまでないということで、これまでの動画でも落札価格50万円のコインをオークションごとに解説したわけですが、あ、まあそうだね。じゃあ今日は日本を舞台にしたオークションである、そうだな、オークションワールドで、落札価格50万円がついたコインを紹介するってのはどうかな。あ、いいですね。いいね、初めて参加する人にもうってつけなオークションだしね。はい、オークションワールド以前落札額トップ3を紹介したオークションですね。そうそうそう、まさにその通りで、このオークションでもいいコインが50万円という価格で手に入るんだっていうことをね、ぜひ皆さんにお伝えしたいと思います。わかりました。ではさらっとオークションワールドのおさらいからお願いします。あっさっす。オークションワールドは日本の法人である株式会社オークションワールドが主催するオークションです。2015年に設立された会社で、オークションの開催数は現在27回、オンライン開催は15回と実績としては十分と言えるでしょう。何より日本の会社が日本語で運営しているオークションということで、海外サイトに不慣れな人、そして初めてアンティークコイン投資を始めようと思っている人にはうってつけのオークションです。確かにオークションのほとんどは海外で、カタログやオークション内で使われる言葉なんかもこう現地のものですから、日本語が使えるというだけこう一つ安心要素ですよね。そうね、まあゆくゆくは海外のオークションでも取引してほしいけど、今回の質問をくれた人みたいにさ、初めて取引するような人っていうのは国内開催で日本語で安心のオークションワールドから始めるのもいいと思います。今回も紹介したコインの PDF 資料をプレゼントさせていただきます。動画の最後に発表するキーワードを概要欄にある LINE を登録して打ち込んでもらえればゲットできるのでお忘れなく。特にオークション参加はまだハードルが高いと思っている方、そして安価で手に入るコインを知りたい方、そんな皆さんのために LINE では無料相談やお得なコイン情報の発信なども行っていますので、皆さんぜひ有益な情報を受け取ってくださいね。では早山さん、実際にオークションワールドで50万円で落札されたコインを3枚お願いします。おっす。じゃあ行ってみようか。まずはこちら、1847年発行、ビクトリア女王が刻印されたコイン、クリーニング済みのものでございます。お、また出てきましたね、ビクトリア女王。そうね、世界的にめちゃくちゃ有名だからね、はい、このチャンネルでもね、ビクトリア女王のコインはいくつか紹介してきました。大英帝国を象徴する女王と知られ、今もなお人気が高い人物ということも解説しました。ビクトリア女王は在任数が長いから、それだけコインも多いっていうことなんでしょうか。そうだね、それはもちろん、まあなんせね、63年7ヶ月も女王を務めたわけだから、ビクトリア女王が刻印されたコインのね、種類や枚数も多くなるよね。つまりオークションに流通するビクトリア女王のコインも当然多くなる。まあこういったからくりだよね。数や種類が多い分、コインによっては価値は様々で、50万円のものもあれば、1億6500万の値がついたウナとライオンのようなすっごいものもあります。なるほど。それにしても63年7ヶ月ですか。改めてすごいですね。ほんとそうよ。王様にはね、定年退職なんかないわけだから大変だよね。はい、ビクトリア女王はだから1837年に18歳で即位したわけだけどさ、肉想像できるかい？無理ですね。だよね。18歳の時に、今日からあなた、まあ、死ぬまでね、ちょっと、王様やってくださいね。拒否権はないんで、これ命令ですってなるんだよ。いやいや、これきつすぎです。やばいよね。でも18歳で一国を背負わなきゃいけないなんて、まあ、王様も本当楽じゃないですね。そうだね、まあ、特にビクトリア女王はそれをね、63年も続けたわけだから、それ今の人にも人気が出るわけですよ。で、ニク、はい、ビクトリア女王のコインが面白いのはね、女王の63年の歴史を見ることができるっていう点もあるんだよ。ん？どういうことですか？例えばね、このコイン、1847年発行だから、女王はまあ即位して10周年、28歳だよね。で、若いながらも凛とした雰囲気をまとってることがわかるでしょう。ああ、そうか。前回、早山さんに紹介してもらったビクトリア女王は、このコインよりも、もっと後の時代で、おばさんの時でしたもんね。こ
ほら、ニック、おばさんじゃなくて、マダムとかね、美しい熟女とかね、淑女とかね、もっと言いなさいよ、言い方だよ、言い方。はい、ごめんなさい。まあいいけどね。で、つまり、ビクトリア女王のね、コインは、その発行年によって、いろんな年代の象徴を見ることができるのよ。こんなことができるのは、圧倒的なね、在年数のビクトリア女王以外、まずいないよ。コインに刻印されても、なお存在感はバッチリですね。まさに。そしてこのコインは UNC、つまり未使用品のコインで NGC の鑑定もついてる。質もとてもね、しっかりもしてるので、かつね、発行枚数は8000枚。8000枚って多く聞こえるかもしれないけど、流通用のコインは何万枚と発行されて、これと考えると少ないことがわかるよね。つまり、掘り出し物のコインなんです。ビクトリア女王、63年間ですね、うん、仕事をやり遂げて、うん、アンティークコイン投資でも僕たちに希少なものを提供してくれるなんて、うん、いやー、本当ありがたいですね。そうだね。このチャンネルでもね、ビクトリア女王には本当お世話になってるしね。はい、お次はこちら !2021 年1月に落札されたモエシア・カラティスの金貨でございます。モエシア・カラティス、うん。すいません、早山さん。こんなにもう全くわからん、チンプンカンプンで話したんですよ。ごめんごめん、カラスミではないからね。カエシアとカラティスっていうのは、まあ、地名だね。古代ローマ帝国の属州にモエシアという土地があって、うん、そこにカラティスという場所があったんだよね。そこで発見された金貨ってことなの。ほうほうほう。紀元前260年から220年前に作られたものだと推定されてる。なるほど、勉強になります。うん、それにしても今から、2200年くらい前ですか、うん、そんな大昔の古代の歴史性あるコインが50万円で落札されたんですか、うん、いいところに目をつけましたね、ニック。確かに歴史性で言うとかなりのものがあるんだけど、はい、50万円で落札されたのにはそれなりの理由があるんだ。まず準未使用品のコインであること、はい、そして EF プラス、つまりごく備品の評価であり、うん、NGC の鑑定もついて質はいいんだけど、よく見ると傷がついてるんだよね。まあ、そういうことが重なって、まあ、価値もね、ありながらもお値打ちな価格でゲットできる、なんと素晴らしいコインとなっております。あ、なるほど、うん、価値があっても安価で獲得できるっていうことですか。うん、アンティークコインこういうのがあるから面白いですよね。いいこと言うじゃない、ニックも。掘り出し物をね、安く買って高く売る、これはあらゆる投資の基本だけど、はい、知識がつくとそれがどん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 ね、かなりのレベル精度でできるようになってくるのよ。これがアンティークコイン投資の面白さの一つだよね。ありがとうございます。うん、で、このコイン一体誰が刻印されてるんでしょうか。まあ、人というよりは神様だね。表面に刻印されてるのはギリシャ神話において技術、学芸や戦いなどを司るアテナ神なんだ。一瞬ね、刻印がヒゲのように見えるけど女神様なんだよ。気をつけてね。そうなんですね、言われるまでてっきり男の人か。そうでしょ、そうでしょ、よく言われんだよこれね。だビクトリア女王の時みたいな、もう失礼ないように頼むよ、ニック。はい、気をつけます。アテナ神は都市守護の女神としてね、崇拝されていて、ギリシャ全土で信仰の対象になった重要な神様なんだね。覚えておいて損はないよ。そして裏側に刻印されているのがギリシャ神話の勝利の女神、ニケ神です。英語ではナイキっていう発音するんだよね。ニック、聞いたことない？ああ、ナイキ。スポーツ用品のあのナイキですか？うん、そう、まさに。スポーツ用品メーカーのナイキはニケ神が由来なんだよ。勝利の女神だから、弦を担ぐには最高だよね。もう一つ、ニケ神関連で有名なのは、首から上のない彫像、サモトラ家のニケ神像なんだよ。写真を見て、あ、知ってるってなる人も多いんじゃないかな。あ、知ってる。ここにも一人いました。で、このニケ神、花輪と筆記用具を持ってるんだけど、これはニケ神とアテナ神を象徴するアイテムなんです。花輪は勝者に贈られるアイテムで、筆記用具は学術に不可欠なアイテム。勝利の女神であるニケ神と学芸を司るアテナ神にはぴったりなんですよ。ちゃんと意味があって刻印されてるんですね。うん、知識があればもうめちゃくちゃ面白いわけよね。まあ、これもアンティークコイン投資の魅力だよね。50万円の予算でもアテナ神のコインのように、今から2200年も昔のコインをゲットすることができます。しかもちゃんときちんとね、鑑定機関によって高評価されているコインです。悠久の時に思いを馳せてロマンを感じたり、そしてそのコインを投資商品として運用したりすることに、とんでもない大金は実は必要ないんです。あったらあったでいいと思うんですが、少額からであっても太古の人々が作り手に取ったコインの感触を今生きている我々も同じように感じることができる。個人的にアンティークコイン投資は最大の魅力、ここにあると思ってます。
皆さんにコイン情報をお届けするために LINE ではガイドブックを無料で配っています。全然知られていない情報などを発信していますので、まだの方は LINE 追加をしておいてください。さあ最後はこちら、神聖ローマ帝国レオポド一世のタラコイン、大型のコインです。2021年4月に落札されています。19世紀のベルギー国王レオポルド一世とは別人なので注意してください。神聖ローマ皇帝、まあ、かなり大帝国の君主っていうイメージですね。まあそうだね、確かに神聖ローマ帝国は周辺国に大きな影響を及ぼした国なんだけど、はい、このレオポルド一世の時代はそうでもなかったんだよね。そうなんですか。まあ、どんな国にも絶好調の時と絶不調の時はもちろんあるじゃない。レオポルド一世は1657年に即位したんだけど、この時代はちょうど30年戦争が終わった後の時代。30年戦争っていうのはさ、1618年から1648年までにわたって、はい、神聖ローマ帝国の領内で行われた複数の国が参戦した大規模な、ね、宗教戦争なんだよ。そしてそんな戦争が30年も神聖ローマ帝国の領内で行われたことがポイントなの。つまりその30年で領内がめちゃくちゃになってしまったっていうことですか。まさにその通り。戦争があるともう秩序がなくなってさ、略奪でも何でもやりたい放題になるわけよ、はい、それが30年も続いたわけだから国も疲弊しちゃったんだよね。ただレオポルド一世は30年戦争のね、戦後に即位して、その後47年にも及ぶ在位期間で30年戦争で衰退した帝国を作り直した、立て直したわけよ。帝国復活の足がかりを築いた偉大な皇帝さんなんです。すごいですね、47年ですか、ビクトリア女王以外でそんなに長い人初めて聞きました。そうだね、まあ確かに僕もねあんまり聞いたことはないよ。そんな偉大な皇帝のコインなんだけど、未使用なもので NGC の鑑定済み、グレードも MS63 と十分な評価だよね。裏面には神聖ローマ帝国の国旗にもあしらわれている黒の鷹だよね。これがもう精巧に刻印されてるんだ。タラコインに刻印されてるってだけあってもう迫力がすごいのよ。いかにも皇帝のコインというか、こう壮厳な雰囲気が伝わってきますね。そうね、レオポルド一世は即位後は帝国の復興に動いたわけだけど、まあなんだろうな、具体的にはオスマン帝国からさらに東にね、領土を拡大するなど精力的に活動したわけですよ。1705年戦争の最中に65歳で亡くなってしまった。始まりから終わりまで戦いに生きた皇帝だったわけですよ。いつも戦いの中にいたね、緊張感みたいなものもこのコインから感じられるからね。ビクトリア女王しかりこう長く在位する人は、偉大な人が多い気がしますね。確かにそんな気がするわな。もうでもね、ニック、このレオポルド一世はずっと戦いに明け暮れていたわけじゃないんだよ。そうなんですか。実はレオポルド一世は偉大な皇帝であると同時に優れた作曲家でもあったんだよ。生涯に353曲も楽曲を制作するほど音楽の才能才覚があった人だったんだよね。すごいですね、もう戦争と音楽のマルチタスクって想像もないですよ。マルチタスクって言うと業務感あるけどまあ無理だよね、はい、死ぬし芸術作るしみたいなね、はい、まあ、あの漫画の主人公になりそうな本当多彩な人だったってことですよね。では早山さん、はい、最後にキーワードの発表お願いします。オス、キーワードは50万のロマンです。63年の女王のコインも2200年前のコインもこう戦いと音楽の皇帝のコインも50万円で獲得できるっていうのはもうロマンしかないですね。ニック最高だね、僕が言いたいこと全部言ってくれました。ありがとうございます。さあ今日はオークションワールドにおける落札価格50万円のコイン3枚を見てきました。やっぱり日本のオークションっていうのはそれだけで安心感があるのは大きなメリットですよね。アンティークコイン投資の最初の入り口としてはハードルが低く非常にいいと思います。そして今日紹介したようにオークションワールドでも50万円でゲットできるお手頃でロマンあふれるコインはたくさんあるんです。ぜひぜひチェックしてみてくださいね。今日はここまで。うっ、足！